今回はドリームズカムトゥルーの未来予想図2を紹介するぞ。ドリカムだね。どんな解説になるのかな。解説の順番はまずメロディー楽譜とともにカバー音源を聞いてもらい、次にどのような楽曲かを軽く紹介、そしてフラット6、フラット7、トニック進行、モーダルインターチェンジ、そしてメロディー分析じゃ。それぞれチャプターを区切ってあるので目的の場所に飛ばしてみることもできます。そしてこの曲の視聴者様なりの感想、思い出、または取り上げてほしいアーティストさんなどもありましたらコメントお待ちしております。それではまずカバー音源でメロディー、コード楽譜とともに途中まで聞いてもらおうかの。ボーカルはシンセサイザー V AI のマイさん、コーラスはリョウさんに歌ってもらったぞ。曲を軽く紹介させてもらうと、この曲は1989年に発売されたドリームズカムトゥルー2枚目のアルバム Love Goes On のラスト10曲目に収録された楽曲じゃ。シングルカットじゃないんだね。シングル CD では翌1990年に発売されたドリカム3枚目のシングル笑顔の行方のカップリング曲として収録されている。この曲は未来予想図2だけど、未来予想図1はあるの？未来予想図という曲もあり、
1991年発売のアルバムミリオンキッシーズに収録されている。未来予想図2の方が圧倒的に知名度が高いの。作詞作曲はボーカルの吉田美和さん、編曲はベースの中村雅人さん。数々のアーティストにカバーされているドリカムの名曲の一つじゃな。曲を聴いてどうじゃった？素晴らしいバラードだね。曲も歌詞もうっとりしちゃう。今回はイントロやエンディングで流れるテーマの部分を取り上げて解説しよう。あのとても印象的なメロディーね。この曲のキーは G フラットメジャーという少々特殊なキーなので、解説は半音上げた G メジャーで解説させていただく。まずはコード進行から。E フラット、F、G と進行する。G はトニックコードだけど、E フラットと F はダイアトニックコードにはないね。この E フラット、F は共にサブドミナントマイナーの代理コードを使用している。わかりやすいように4和音でそれぞれのコードを比較してみると、サブドミナントマイナーの Cm7 は E フラットメジャー7、 F7 とコード構成音が似通っているのがわかる。したがって1小節目が Cm2 小節目が G というコード進行が基準となっているのじゃ。これはナンバー2で勉強した終止形でいうサブドミナントマイナーからトニックという流れだね。その通り。それでは代理コードを使わない場合と比較してみようかの。まずは1、サブドミナントマイナー C マイナーを使った場合。次に2、代理コードを使った場合。2の方がトニック G コードに向かう勢いがある感じ。2はコード構成音のすべてが全音ずつ上がっていってでトニックに落ち着くので、高揚感がありドラマティックな進行となる。対して1では曲頭でいきなりサブドミナントマイナーが出てくるので、弾いている側はマイナーキーと判断してしまい、少し暗い雰囲気に聞こえる。そこで代理コードでメジャーコードにして明るい雰囲気で始まるようにしている。代理コードE フラット、F のダイアトニックコードとの位置関係はここになる。度数表示すると、それぞれフラット6、フラット7となり、このフラット6、フラット7トニックへの進行は、一般曲でも頻繁に用いられる王道進行になっている。それだけ心に響くコード進行なんだね。さらに付け加えると、もともとサブドミナントマイナーは同主調マイナーキーのコードを使用している。キーが G メジャーなら G マイナーのサブドミナントだね。なので、その代理コードであるフラット6、フラット7もマイナーキーのダイアトニックコードになっている。そうすると、ここではキー G マイナーに同主調転調してるってこと？そうとも取れるが、転調はある程度の区間キーが変わる場合に適用されることが多く、1小節などの短い区間だけキーが変わる場合は一時転調とされる。その中でも今回のような同主調のコードを一時的に使う場合はモーダルインターチェンジと呼ばれる。モーダルインターチェンジ？なんだかかっこいい。モーダルインターチェンジを入れることにより、転調と同じく一瞬違う世界観へ導くことができる。曲の雰囲気を変えるにはすごく有効的な手段じゃ。
それでは次にここのメロディーを分析してみよう。1小節目は臨時記号がいっぱいだね。臨時記号がついてややこしそうに見えるが、さっき言ったようにここはキーが Gm の部分なので、シとミにはフラットがつき、ファはナチュラルになる。キー Gm の調合通りだ。調合は変えていないのでややこしく見えるだけなんだね。ノンコードトーンは F コードのシと G コードのド、E フラットコードのレは7度なのでコードトーン扱いとする。これらは何というノンコードトーンかわかるかな？ナンバー8を思い出してみよう。C は2つのコードトーンをつなぐように入っているので経過音。ドはコードトーンにすぐ戻ってくるので刺繍音だね。お、よく覚えておったの。当然だね。モーダルインターチェンジを利用するとこのような美しいメロディーもほぼコードトーンだということがよくわかる。吉田美和さんの素晴らしいメロディーセンスじゃな。ずっと頭に残るこのメロディー。紹介したポイント以外にも歌詞や歌声、アレンジ、世界観など相まって名曲となっているんじゃな。次はどんな曲かな。皆さんリクエスト待ってますよ。それでは次回の名曲軽く解説まで。バイバーイ。